注意。この動画は一部間違った内容や偏った見方があるかもしれません。面白くなかったり違和感を感じた場合はブラウザバックをお願いします。また作成者に不快をかけるコメントは控えていただきますようお願いいたします。どうもこんにちは、白霊霊夢です。琴の葉葵です。キメイマルです。錦戸陽介です。加藤大輔です。みんな、3月といえば JR のダイヤ改正よね。そうです、もうすぐですよね。今回は大阪駅の地下ホームの開業や新快速の AC 等を増発するんだよな。他にも変更する列車がありますので、詳しくは JR 各社のホームページで確認してください。JR のダイヤ改正は3月18日からスタートです。それじゃあ本題に入る前に、錦戸くんと加藤くん、好きな YouTuber を見ていくね。まずは錦戸くんから見ますね。錦戸くんは NMBC 様、鉄坊主様、タクミック様だそうね。これは鉄道解説 YouTuber ですね。あ、俺ももっと鉄道の勉強がしたいんだ。だからこの3名が興味を持っている。なるほど、鉄道の勉強をしているんですね。錦戸くん、頑張ってください。次は加藤くんを見ていきます。加藤くんはレオンゲーム TV 様、チルフ様、枝豆様だそうね。これはエンターテインメントの YouTuber ですね。はい、確かに僕は鉄道が好きですけど、アニメやゲームが興味あります。チルフ様のラブライブシリーズなどのアニメグッズや、レオン様のあつ森シリーズの小ネタや、枝豆様のアニメ解説とか、とにかく僕はアニメとゲームが大好きです。おいおい加藤、それ迷信じゃないのか。本当は鉄道が大好きだろう。違いますと錦戸くん、本当なんですからね。まあまあ錦戸くん、加藤くん、喧嘩しないの。そういえば社長は昔いろんなアニメを見てたけど、最近は見なくなってしまったって聞いてるわ。え、じゃあ社長はアニメを興味がなくなってしまったんですか？そういうことじゃないけど、一応アニオタは続いているみたいよ。ただ最近は YouTube のゆっくり動画とか見ているって聞いているわよ。社長、なかなかいいセンスしているじゃないか。社長はありがたいです。ゆっくりを見ているんですか？ゆっくりもいいですね。ボイスロイドもお願いしたいです。それじゃあ本題を始めるわよ。今回は関西の鉄道でユニークな種別を見ていくわよ。お、関西にも面白い種別があるのか。実は関西にもこんなユニークな種別がいくつかあるの。今回はそれを見ていくわよ。それじゃあよろしくお願いします。まずは京阪電車。一番注目すべきなのはこれ。これは通勤階級ですね。その通り、通勤階級は平日の朝ラッシュ時の下り線で運行している種別です。かつては中之島行きのみで運行してたけど、最近は淀屋橋行きも運行されてるのよ。確か快速急行の停車駅を森口市駅は通過されるやつだな。うっかり間違えないようにしないといけませんね。ちなみに通勤階級は正式に言うと通勤快速急行と呼ぶから、階級という縮めて読むのは面白いね。続いては快速特急楽楽です。これって愛称がつけた種別ですね。快速特急の後に楽楽をつけるというユニークな種別にしています。この楽楽は京橋、七条間をノンストップするんですね。つまり大阪京橋を出ると一気に京都市地上まで止まらないってことですよね。乗り間違えたらやばいですよ。最後はライナー。これって知っている？もちろんだ。全車両指定席ってことだろう。その通り、ライナーは8000系を使い、座席は全て指定とされている種別なの。乗車前にライナー券またはプレミアムカー券を購入する必要があります。その他、過去に使用した軽特急と深夜急行などもありました。昔使ってた種別も面白いもんだな。
続いては南海電鉄。南海といえば、空港へアクセスする急行があります。一体何でしょうか？わかりました。空港急行です。その通り。南波、関西空港間のアクセス急行です。ほう、名前の通りの種別か。確かに面白いな。関西空港へ行きたい人は、この電車で乗っていきましょう。ちなみに、区間急行と空港急行は、行き先が違うだけで、停車駅が同じなのよ。じゃあ、区間急行と空港急行の停車駅は、大して変わらないんですか？区間急行は和歌山市方面、空港急行は関西空港へ向かうってことか。次はこれ。見た感じだとちょっと違う急行に見えるけど。あれ、端に白線がついていますね。その通り。白線がついていることで、白線急行と呼ばれているんです。区間急行、空港急行と同じ停車駅だけど、これは泉佐野まで運行する種別よ。この白線急行は、深夜の最終列車で運行しているそうです。いわゆる深夜急行的な感じだな。次は阪急電鉄。阪急といえば、準特急が思いつくよね。はい、去年12月のダイヤ改正から開始したんですよね。そう。準特急は、京都線と神戸線で運行している特急列車です。準特急の停車駅は、かつての快速急行と同じなんです。つまり、バトンタッチという感じですね。これって確か、京都線の有料座席と、神戸線の新駅に向けて導入されたそうだな。神戸線の新駅はまだ先ですが、京都線の有料座席は、来年導入されるらしいです。でも、日本の準特急は、かつて京王、近鉄、小田急にも存在していました。私も知っています。準特急は、かつて京王電鉄に存在した種別なんです。そうなんですか。それは初めて知りましたよ。京王電鉄は知っているけど、まさか小田急も近鉄もあったとはな。ちなみにかつて京都線に存在した、快速特急 A は、初代京都レインで運行されていました。これは快速特急の停車駅を、中層駅を通過されるんです。つまり、中層駅で、唯一通過する種別なんですか？今はなくなっちゃったけど、鉄道ファンは、快速特急 A の存在を忘れませんよ。最後は阪神と山陽です。おやー、2社とも紹介しちゃうんですか？もちろん、これには理由があるの。まずはこれを見て、直通特急はご存知でしょ？あ、これって、阪神と山陽の共同する種別ですね。そう。直通特急は、1998年から開始した、阪神と山陽の共同種別です。阪神大阪梅田、山陽姫路間を約2時間で運行する列車です。これは前の動画でもあったな。JR と競合すれば、JR の方が早く着くという理由。そうね。前の動画でもお伝えした通り、これは運行が遅い理由は、カーブが多いからよ。阪神と山陽の一部の区間はカーブが多いので、移動速度が遅いのよ。また、停車駅も追加しているんです。昔は数少ない停車駅に設定しているけど、今は多めとなっているんです。なるほど、二つ目の理由があるんですね。通りで遅いと感じましたよ。確かに昔に比べると、今は停車駅が増えてきてます。その代わり、運賃は安いです。安く行きたい人は、阪神と山陽をご利用くださいね。話を戻るけど、赤と白の直通特急と、黄色と青の直通特急があるのはご存知かしら？いや、俺は知らないな。僕もよくわかりません。私も知りませんが、もしかして、停車駅に関係があるんですか？その通り。赤と白は、西本町、大海、西大を通過するけど、黄色と青は停車します。なるほど、黄色と青はその3駅が止まるんですね。つまり、神戸三宮、板宿間は、各駅に止まるってことだな。昔は、三宮、須磨間の各駅停車だったそうです。これまた、所要時間がさらにかかりそうですよ。今度はこれ、阪神の区間特急です。これは、日本で唯一の種別で、特急より停車駅が多いんです。そう。これは朝ラッシュ時に運行している種別です。また、区間特急は女性専用車両を設定してます。特急より停車駅が多いという、もはや阪神の通勤急行と感じられます。これは混雑緩和をするために設定されてるそうだよ。阪神は、優等列車の停車駅を分散し、混雑緩和を図る、その他路線特有の事情に合わせたダイヤを設定する停車方法、千鳥停車が採用されたの。この千鳥停車は、阪神が初めて採用されたわ。千鳥停車って、停車駅が複雑しているんですね。最後は、S 特急。阪急、阪神三宮、山陽姫路間を結ぶ特急列車です。
S 特急は4両編成のみ運転する列車です。まあ、特急って言っても、特急より停車駅が多いですよ。特に東二見、姫路間は各駅停車ですけど。S 特急は、朝ラッシュ、夜の時間帯で運転しています。今回はここまで。他にもユニークな種別があるみたいだから、もしあるならコメントでお待ち申し上げます。そういえば、JR 西日本では、山土地快速や、関空快速、紀州路快速などありますね。あれはご当地快速という快速電車ですね。そういえば、神戸電鉄に、特快速という種別がありましたよ。快速の上位種別だから、特別快速という意味だろうな。これもユニークな種別よね。他にもいろいろと探してみよう。以上、関西の鉄道のユニークな種別でした。次回の動画も、ゆっくりしていてね。